リーリーさん発表がありがとうございます。ボニーはエースの兄弟。ルージュがボニーのみの前任者で、年を操ってたから長くお腹に入れてた。ロジャーの子供だから逃げたら困るし、かくまってるのがバレてクマ捕まる。クマはルフィーたちと親戚の D の一族で、エースはガープに、ボニーはクマに預けた。ワンピースは育ての親がいい人多い。どこか考察ポイントにならないですか全部なるんじゃないですか、まあ、双子だったっていう話だよね。ボニーはエースの兄弟。フォートガス D ・ボニーってこと、ほんは。 ゴールディー・ボニーみたいなこと。ポートガスディー・ボニーかゴールディー・ボニーかどっち名乗ってもいいみたいな話だけど、ジュエリー・ボニーになったと。 宝石。隠したってことだよね。だからね。名前を。結局、双子だったっていう話だったら、アンがついてた方がいいけどなぁ。男の子だったらエース、女の子だったらアン。そう決めてたのって言って、なんでボニーつけたのかみたいなね。本名がアンなのかな。で、まあ、年々の実なのか、年齢操作の悪魔の実を、ルージュが食べてた。でも、あれはなんか、悪魔の実で説明したい感じはするよね。なんだっけ 1> 1ヶ月間出さずにいいたたみたいなんだっけ妊娠して、今産んじゃったらタイミング的にロジャーの子供の可能性があるっつって殺されちゃうから母親の愛情でみたいな表現のされ方ですけど、20ヶ月の間産まないようにしてたみたいな話だっけあれ。根性でいいのかなあれは。ルージュの根性で うん、全然まああるっちゃあるジュエリーボニーはもう全部偽名で実はポートガス D ・アンみたいなねゴールディ・アンみたいなのでその悪魔の実を受け継いだっていう話なのかなお母さんからこの悪魔の実の伝達条件とかルージュが死んでルージュが年齢を操れる能力者だとしてそれがどこに宿ってなんでルージュがクマに預けたルージュが食べれたのかとか,なんかその辺も説明しなきゃいけないしな結構大変な考察ではありますけど ま、あシンプルに、ロジャーとフォートガス・ディ・ルージュの子供は二人いて、双子がいて、エースとボニーがいて、エースの方はガープに預けて、ボニーの方はクマに預けて、偽名みたいなつけて育てていったみたいなお話というで。ワンピースには育ての親がいい人多いから、クマとボニーは結局血繋がってないんじゃないかっていうね。まあ、比較的それが多いですけど、キュロスとレベッカとかはね、血が繋がっててしかもいい親子っていうね、それもあるんで、 100%ではないからど,どうなのかというねなんか話もありますが。 ピケンカニさんに役ありがとうございます。初スパです。ルフィがボニーをボニーと呼んでいることに違和感を覚えました。仲間になるしさですかね。ヤマトをヤマト呼びに変わって仲間になんなかったこととかね、ビビッなってませんとか、レベッカなってませんとかね、弱星から強星に変わってなってないとかいろいろあるんでね。10人目ボニー説は厳しいような気がするなぁ。だってヤマトでしょ。なるならどう考えてもあそこまでの約束をしちゃってで、もうヤマトも船に乗るって言い切ってて、結局は緑鬼が来ちゃったことによって我が国 いうするとかいうことを言いながらモモの助を守るというために船には乗らなかったやつなんでボニーって名前呼びしてるからボニー仲間になるでしょうだけだったら弱いですよねその他にもなんかいろいろ欲しいというねビビレベッカ、白星ハンコック、ボニーとかが仲間なんだっけ けどルフィに恩義を感じてて恩返しをしたい人たちも世界をひっくり返す戦いで協力してくれるっていう方向で十人目仲間説とかではないようなね私的な感覚はそんな感じですとボニーってこの後どうなるんだろうな今は大切で仕方がない自分の父親をこんな目に合わせてふざけんなっていう目の前の復讐っていうモチベーションなんですけど多分その先に見えてくるのはそれこそ政府の闇とかこの世界の闇みたいなところベガパンクはそれこそ自由 反対の何かによって殺されたたんだみたいなねエースとルフィがというかあのエース大人すぎるだろう <laughs> 過去編読み返すたびに思うわあれサボが誰に殺されたんだそいつをぶっ殺しやるよっつってお前今言っても殺されて終わりだ明日に忘れられて終わりだよっってダダに止められて縛りつけられるんですけど落ち着いた後にサボが殺されたのは自由と反対の何かによって殺されたんだみたいなさ <laughs> <laughs> あれ、子供が言える言葉じゃねえよな。自由とは反対の何かによってサバは殺されたんだ、みたいなのって。いやー、どうなのかね。だから、ボニーは、クマをね、あんなにした、本人は、ベガパンクだと今思い込んでんすけど、おそらくはベガパンクじゃなくて、世界の闇とか、そういう部分に触れていった時に、どうなるのかというね。で、それに触れまくってるのが、レベリー編で、白星天竜人にさらわれそうになってどうとかさ。で、結局、ヨスガルドが助けに来てくれたからこそ、難を逃れたけど、みたいなさ。その辺 があるんでやっぱりこの問題を解決しないとソルベ王国って多分レベリー参加権もあるんでというかあのレベリーの参加国で集まったあの中にいんのかなソルベ王国の元王様みたいなのってね豊かな国なのかな滅ぼされてんのかどうなのかっていうね シュウヘイさん、発表会ありがとうございます。モッチー先生お疲れ様です。初スパチャです。考察ではなく、こうだけになるのですが、1064話で扉絵と本編のプリンの服装が違うことは単なる時系列の違いを表しているのでしょうか。扉絵で唯一映っている後ろのモブのシャツ、サスペンダーが本編のプリンの服とそっくりなのが気になりました。1064話でプリンが出てきて、サスペンダーしてるよね。シンプルなシャツみたいなね。胸元ざっくりの。扉絵は、もうちょっとフリフリの感じ。で、サスペンダーないしね。で、この1064話 64話の扉絵の右下黒ひげ海賊団のモブが写ってんすけど、こいつが胸元ざっくりのシンプルなシャツにサスペンダーっていう服装なんだよね。これがプリント一致してんじゃね。えかっていう話か、黒ひげ海賊団のモブのユニフォームなのかな。これがいや。でも今回違うよな。<laughs> 嘘が違うのはかなり気になってる方がいるな。で、ムカついてる方もいたな。着替えてるってことはこれ拘束してる黒ひげ海賊団なんかしてねえだろうな、みたいなとかね。着替えるときに裸見てんじゃねえだろうな、とかね。そんな感じでムカついてる方すらいましたけど。<laughs> なんなんだよ。時系列が違うとかでいいような気がするっすけどね。そんなに気になんないっすけどね。なんかあんのかな。着替えてるってことはこうみたいな。なんかあるかな。みんなが言いたいのは着替えてるからこそ本人じゃないんじゃないかみたいな話なのかな。それこそデボンなんじゃないかとか。なんかそういう話に持っていきたい感じなのかな。確かにムカつく。裸はずるい。<laughs> <laughs> えー、RT300 さん300人じゃありがとうございます。先生お疲れ様です。考察ではないですが、日本の八百万の神みたいに、えー、悪魔の実全てに意志があることはないですか 一応、ゾーン系には意志があることは明言されたんですけど、これもだから欲張りさんとの考察でディスカッションしてる時もそうだったんですけど、その他のパラミシアとかがどうなのかっていうやつですよね。一応、まとまとのみっていうのもかなり特殊な悪魔の実で、バンダーデッケン9世がその呪いを能力と共に受け継ぐみたいなね、引き継ぐみたいな描写というかセリフがあるんですけど、あの辺がこの辺に関わってくるってやつだよね。悪魔の実全てに意志がある。もしかしたらその呪いという 意味の石と呪いは違うかどうなのかというねであとは釈迦と ペルの守り神の悪魔の実もそうだし、まあ、和の国のマトの守り神もそうだし、まあ、あの辺は全部ゾーン系だから説明はできんですけどね、ゾーン系だから医師が宿ってるから、和の国を守りたいとか、アラバスタを守りたいっていう強い意志が、そのね、三つの悪魔の実には込められてるから、前任者が死んだとしても、アラバスタ近郊になるみたいなとかね。かそれの例外がまとまとだよね。まあ、悪魔の実のメカニズムとかそういうところだなんでしょうね。どうなのかというね。SMDS さん、千円ありがとうございます。モチの血が、<laughs> 地上とか地間の地になってるけど。もっちー先生こんばんは。えー、全く考察と関係ありませんが、オミクロンの新型がケルベロスとグリフォンと呼ばれてるそうです。いつも配信考察楽しみにしています。どこの国の偉い人がね、そういう名付け方にしたかわかんないですけど、ケルベロスとグリフォンといえばね、ギリシャ神話とかで、しかもワンピースに用いられてるどころか、マジで重要な鍵を握る二つ、た体の幻獣ですからね。ケルベロスは、ハーデス別名プルトンの番犬、冥界の番犬と呼ばれている、頭が3つ、 のね厳重でございますとフルトンとの関連性だから昔からよく言われてるのが。 黒ひげがプルトンを手に入れるんじゃないかというね暗示があるんでねとかであとはグリフォンっていうのはまあ、神々の馬車を引くっていう役割を持っているあとは黄金を守るというねこの2つの役割を持っている頭部がワシで体がライオンの空を飛ぶ幻獣とこれも意味深だよな神々の馬車を引くでまあ元天竜人系であることは分かってんすけど神ってどっちの神なんだみたいなね天竜人も神って呼ばれるまあ偽の神ですけど世界を創造した神 神が天竜人で太陽の神二カがまあルフィだし、まあ、レッドフォース号に太陽があるんで完全にもうシャンクス悪者説は消えてると私は思ってるんですけどただ描かれ方としては、えー、まだ悪者説は小田先生は残しているというかねそっちの可能性もあるよまだありますよはまだ言ってるとは思ってるんで両方の可能性は考えたいところですけど。 神話は多いね。その神々の馬車を引く。まあ、つまり、太陽の神ニカを先導するとか、ね、太陽の神ニカを運ぶとか、導くとかね。そういうところで言うと、なんかその役目を担ってそうな雰囲気は、第1巻、第1話から、ま、描かれ続けていると。サンクスに関してはね。じゃあ、黄金を守るって何なんだっていうところが、まあ、熱くなれるところだよね。ワンピースの正体とかと直結するのかとかね。ケルベロスとグリフォン。オミクロンの新型がそう呼ばれているらしいですけど、 関係はあるんでしょうかという話でございましたというね。